今見ました。はい、今日はね、コナミの夢である先発完投型の大勢投手やっていきたいと思います。まあドラフト1位の時点ではおそらく先発で行く予定だったんじゃないかなと個人的には思ってるんで、その先発完投型叶えたいと思います。行きましょう。この3球種しかないからちょっと難しい。よし、今159キロあるんでそれで押していくしかない。ほい、うん、強っ。さ、ちょっと追い込めるね、本当に。ほい、おー、スイングミス。まあ、大勢投手、やっぱりこの支配力に関してはね、抑えなんでとてもあるんで、能力に関しては本当にもうすごいことだと思います。ここまでかなりいいテンポ。よし、いいキレ。さあ、また三振が取りたいよ。スライダーで。あ、ちょっと抜けたけど。こう、脱三振が出ると変化量1個上がるんでね。それをうまく使っていきましょう。よく見たね。さあ、1回でこんなにスタミナが削れちゃってるけど、問題ない。オッケー。見ちゃ。よし、体勢自ら。よーし。さあ、2回行きましょう。っていうか、今なんですけど、今気づいたんですけど、相手もジャイアンツですね、これ。いや、やば、今のボール。やっぱストレート威力あるわ。ここまで完全です。安心安全なピッチング。ほい。よし。3球勝負失敗したんで、4球勝負できます。なんだその言葉。あ、4球勝負決まった。ちょっと待って。ここまでやっぱ、対人、三振取れないよ、普通。すごいわ。あーとか言ってたら、初ヒットを見事に打たれてしまった。ちょっと乗りすぎた調子に。打たれるとスタミナの減りが早いからちょっと怖い。はい。よし。ストレートでも空振りを奪っちゃう。よし。めっちゃ下振ってる。もう、うーんってジャイロしますね、これ。さあ、フォーク。投げれた。ショート。坂本。さあ、関東型として厳しいスタミナです。3回。やっと真ん中ですね。とりあえず投げやすさがやばい。ほい。オッケー。いやー、怖い代打来たけど、とりあえず逃がしておこう。よし。ちょっとスタミナが厳しくなってきたんで、ナイスピッチがちょっとだけ出しに行く。よし。さあ、久々にちょっとまっすぐで三振取りに行こうか。ほい。よし、完全にどん詰まり。よし。あー、だ、危ない。よし。いや、ここまでマジで安定します。驚くべき。もう、シュインやって楽しいですよ。あー、よし。この回は三者凡退。さすが先発完投型。さあ、大勢さん、全然援護点がもらえませんが、4回です。よし。さあ、スタミナが厳しくなってきました。ちょっと甘く来たけど、OK。やっぱ変化量あるからいけるね。OK。汗を拭ったよ。まだ投げれる。よし。アウトロー。よし。打線強いから怖いけど、思い切って投げよう。振ってきた。よし、ファースト。フォークボール。よし、刺さった、掴んだ。正面。この回もいいよ。やっぱね、先発完投型、こんなんじゃへこたれちゃダメです。ほい。よし。一応ね、先発適性がちょろっとだけついてるんですよね。オスロンポイント。来たよ、今の。無変化フォーク。そしてやっぱ、スタミナ切れたら、まっすぐ。強っ。今ちょっと、びっくりしたんだけど。皆さんすみません。点を取れませんでした。まずい。でも完投してもらえばね、今回はいいんで。ていうか、この前行くと完封ペースなんですよね。めっちゃいいやん。めっちゃいいやん。スタミナ切れてんのに投げやすぎ。え、全然曲がんねえ。あ、でも球が軽いから。やばい。走って。最後の最後に大ピンチ。さあ、頑張れ、大勢。応援して、大勢。えい、よし。ここ我慢して、フォーク。よし、バンまあ、ここは勝負でしょう。勝負するしかない。頑張れ。145キロ出てる。まだやる気はある。あ、危ない、怖い。全然実況できないよ、こんな。怖い、普通に負けちゃうもん、これ。スライダー。おし、いいスライダーになった。さあ、脱三振出ても変化に変わんのかな、これ。まあいいや、マスクでいこう。来たよ、走らず来たよ。ピッチャー。ああ、走って。いや、でもね、今のはしゃーない。止めようのない。
ヒット打たれてないからいいでしょ。あれ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 、オープンの、まだ成功してるぞこのチャレンジ。ほい、よし、いいスライダー。さあ、まっすぐでとりあえず締めよう。ほい、センター、よし、追いつける。よし、これ成功でしょう、やっぱり。来た来た来た、うまく合わせた。センターの前押して、よし、死ぬ。さあ、坂本さよならとか出てる。さあ、決めてくれ。よしよしよし、引っ張ってショートの横、抜けた抜けた抜けた、よし、チャンス拡大。お、大勢出してきた相手。来た、これはもう素晴らしい勝負。抑え大勢対先発大勢、抑えよりも先発の方がいいって見せてやります。ああ、無理。さあ、奪三振出た。勝負。ああ、ポランコで締めましょう。どうあがいても締めよう。ボール。一発ありますからね。きたー